はい、校長さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は飲んでる途中ですよ。はい、何でしょうか。今日はですね、ウイスキー、まあハイボールも全部含めてウイスキーの、おつまみの4選おすすめ4選発表していきたいなと。あ、もう飲むんですね。まあ、はい、ということで、早速発表していきたいなと。並んであるんですけど、まあまず一つ目、ビターチョコですね。チョコね、はい、私はブラック派なので、ブラックなので、まあ別に甘くてもいいと思います。ミルクチョコとかじゃなくて、ミルクチョコ、まあそうですね、やっぱこう甘すぎず、甘すぎずビターみたいなチョコを、はい、ウイスキーと一緒にこうつまむと。僕結構、まあ、甘いのがちょっと苦手なので、結構カカオ強めとかがあって、まあね、あのバーとかもありますよね。バーとかもよくありますよね。ということで2つ目、ミックスナッツですね。ああ定番ですよね。見てこうやっぱ家でもね、そうですよね、あると、うん、やっぱウイスキーとナッツっていうのはなんか超一番定番ぐらいの定番ですよね。はい、で次にちょっと今回は避けるチェリー、燻製系ですね。ああまあだから燻製だったら別に何でもいいと思う。燻製、いわゆるこうスモークチキンとか、はいはい、国産もいっぱいありますよね。はあ、なるほど。それスモークチーズも含めてって、でもこれも美味しいんですよ。避けるチーズ、僕の小学校ぐらいがあるんですけど、めっちゃ美味しい。じゃあウイスキーがスモーキーだったら、これもスモーキーぴったり合うんですね。まあまあ、いわゆる定番な。定番。で、こっからね、はい、4番目、これが超意外。今日4選です。4選。今ちょっと並んでますけど、はい、4つ目が、はい、焼きのりですね。これ、サムネに使いますよ。焼きのりっていう。焼きのりですか。でもこれ、そのなんかおにぎり作るよ。なんか僕のいつも弁当で持っていくような、あれなんで。タリスカーとかあるじゃないですか。ああいう海の塩っぽさがあるウイスキーに、まあ、合うっていう、磯っぽさがあるっていう。なるほど。だからその、塩っぽい、この海の塩っぽい感じの、はい、味のりじゃないですよ。この普通の焼きのりですよ。味付けじゃない。味付けじゃない。韓国のりとか、ね、韓国のりとかじゃなく、焼きのり。スパイです。実際ちょっと私このつまみに食べたことはない。普通の韓国海苔とかだったらね、うんうん、ありますけど、まあ、だからそういう焼き海苔みたいなこうちょっと日本の磯っぽい感じの味にすごくぴったりっていうふうに言われてる。ちょっと寿司とかそういうことですか。まあそ、まあ、寿司は日本酒あでもお寿司はでも別に僕はウイスキーハイボールで全飲みながら食べても全然いいと思う。じゃあ和食屋さんで例えばそのお魚とかいわゆる海の塩っぽさのそういう海苔とかそういう磯っぽい感じの料理を出してるお店さんはぜひタリスカをこういう業態にはもしかしたら面白いですね。でもそれはでも焼き海苔でコスパもいいです、はい、タリスカ自体結構いいウイスキーだからバランスいいかもしれない。まあ家飲みなんで、家飲みでウイスキーのつまみおすすめ第1位と言っても過言ではない焼き海苔です。で皆さんタリスカーとかをこういう系 の, ウイスキー買った時はぜひ焼き海苔で試していただければと思います。ありがとうございます。